マスコミの報道しない自由をからかいつつ、マスコミが報道しない情報を皆さんと共有することで日本の正常化を目指しております宮城チャンネルかっかり、今回は1週間を振り返る増刊号ドドーンと始まります。2月28日から始まった1週間、今週のニュースやワイドショー、地獄のチューリップの歌、さすがに歌ってませんでした。今週いささか変則的な最多はありました。それは秋田テレビで国際クルーズ船3年3ヶ月ぶりに受け入れ再開、過去最多22回予定とのことです。クルーズ船といいますと、今から3年前、クルーズ船が横浜港に接続してからワイドショーの煽り報道がヒートアップしました。それまでは各地域でポツンポツンと点在していて、せいぜい屋形船のクラスターぐらいだったものが一気に100人単位になったからです。ただしそれはさざ波にすらなっていない中、クルーズ船を受け入れて以後、累計何人になったとニュースやワイドショーギャースか騒ぎ出したんです。実はこのクルーズ船については、ワールドワイドな世界中のゴミども、マスコミ報道のいい加減さも確認できちゃいました。すべての船舶には船籍という所属する国があって、それぞれのお船はそれぞれの国が責任を持つことになっているんです。ただ日本は言うならば行きがかり上、横浜港への接岸を許可しました。これはいわば人道上の配慮です。ところがこれに世界のマスゴミどもが、なぜ下船させないと、感染が広がってかわいそうだと、ジャパンをまさにジャパンバッシングしました。もちろん日本のワイドショーもこれに乗っかってました。しかし当時の安倍政権、安倍晋三さんにとってみると、このクルーズ船を病院船にするしか選択肢はなかったと安倍晋三回顧録でぼやいておりました。横浜港にクルーズ船が接岸したのは3年前の2月の頭のことです。この当時欧米諸国では感染が広まっていなかったんです。だから文字通りの対岸の火事状態で、無責任に言いたい放題で下船させろなんて騒いでいたんです。せっかくなので安倍晋三回顧録よりも安倍晋三さんの証言を紹介しようと思います。日本から各国政府に対しては、外国人の下船を認めるから帰国の手配をするよう要請していたんです。ところがどの国も待ってほしいという考えでした。感染の可能性があるから受け入れたくないということだったのでしょう。あまりの無責任さに驚きましたよ。だから外国人の乗員乗客には待機を要請せざるを得なかった。当時イギリスメディアは船内に留めたがために感染が広がったとギャースか大騒ぎしておりました。 WHO がパンデミック宣言をしたのは3年前の1月30日のこと。それ以後もクルーズ船の船内ではパーティーピープルとばかりにパーティーが開かれていたんです。ここからやはり確認できるのは、マスコミというのはワールドワイドにゴミ的なみたいなっぽい存在だということになります。さて今週と言いますと、かぼちゃの天ぷらがどうやらお好きなのかなっていう雰囲気を漂わせております立憲民主党の小西博之参院議員が、なんか面白い記者会見を開いて、これを朝日新聞が大々的に伝えておりました。立憲民主党の小西博之参院議員が2日国会内で記者会見し、放送法の政治的公平性をめぐる解釈などについて、安倍政権下で首相官邸側と総務省側でやり取りした内容を示す政府の内部文書、なんで内部文書ですかねとされる資料を公表した。西暦でいう2014年から15年にかけ、当時の官邸幹部らが安倍晋三首相から聞き取ったとされる発言や、高市早苗総務大臣、磯崎陽介首相補佐官らの発言とされる内容が記されている。朝日新聞の記事はこの後、2015年、当時の総務大臣高市早苗さんが答弁した放送違反の処分において停波もありますよという話、これを紹介することによって、まるで安倍政権がテレビに圧力をかけた的なみたいなっぽい、そんな構成になっておりますが、高市早苗当時の総務大臣の答弁というのは、あの悪夢の民主党政権時代の総務大臣の答弁を踏襲したに過ぎません。ただこちらの記事など朝日新聞周辺の動きを見ていると、朝日新聞が大株主であるテレビ朝日、これをプチッと
プチッと潰したいのかななんてことをうっかり想像してしまいます。まずわざわざ記者会見を開きました立憲民主党の小西洋之参院議員の主張したいのかなと思われるところを朝日新聞の記事より紹介します。文書について小西氏は総務省の職員から提供を受けたとしている。安倍政権下では政治的公平性をめぐる放送法の解釈について一つの番組ではなく放送事業者の番組全体を見て判断するという従来の解釈に一つの番組で判断できるという新たな解釈を加えた。公表された文書には磯崎補佐官が総務省に新解釈の追加を求めていく過程が記されている。小西氏は会見で民主主義の根源である不自由風の解釈を少人数の権力者だけで作ってしまうことが文書によって明らかになったなどと述べた。この放送法の解釈については朝日新聞の記者さんの木原民幸さんがご自身のツイッターで丁寧に解説しておりました。盛大に連投していたツイートの中から2つ紹介します。放送が公正な内容の放送をテレビ局に求めているのはご存知の通りです。しかし、それは特定番組の内容ではなく、一定期間のその テレビ局の番組全体を通して判断されるものと解されてきました。この一定期間がポイントです。例えば、今日の報道ステーションは自民党特集、来週は立憲民主党特集、これは問題なかったわけです。これが来週になっても再来週になっても一定期間というのがこれまでの解釈だったんです。これに対して文章を読み込んだ上で、朝日新聞の木原記者は、この変更に対して、ところが総務省は法解釈の変更に当たるとして難色を示します。官邸幹部は担当局長に半ば恫喝のように迫り、答弁を作るよう仕向けます。実は官邸の安倍首相、かっこ当時の首相すら難色を示していました。そこで安倍首相の意向を確認することになります。と、連投は続き、朝日新聞の記事にもありました、2015年の高市早苗当時の総務大臣の答弁で結ばれます。しかしそれも私が読んだ感想で言うと、批判的にです。白がこう言ってます。桜、ウイローじゃね？白ちゃんが何言ってんのか分かんないんですが、小西洋之さんの面白い話を紹介した朝日新聞、近頃署名記事の多い朝日新聞の中で、そのお名前を確認できずにおります。いずれにせよこの構図というのは、加計学園における総理の意向というあの怪文書と同じです。これが偶然かどうかは分かりませんが、総務省、小西洋之さん、朝日新聞の記者さんのコラボが、なぜ朝日新聞社が大株主を務めるテレビ朝日の自滅の刃になるか、まあ追い詰めていくかというと、政治的な変更報道をしないさせない許さないという、その解釈の変更を迫ったこと。これが圧力であるかのように時系列で怪文書には記されているとあります。ただその終わりというのは、西暦でいう2015年5月の参院総務委員会の議事録までともあります。2015年、その直後とも言える8月14日、閣議決定したのは戦後70年談話です。これを朝日新聞を筆頭にニュースやワイドショーをまるっと含めて、その談話に心からのお詫びがないとフルボッコしていました。2017年になりますと森友騒動が始まります。ただそれと相前後して我が国唯一の同盟国であるアメリカの当時のドナルド・トランプ大統領とのゴルフ外交を盛大に上げつらっていたのもこれもテレビのニュースやワイドショーの連中、皆さんです。そしてこの2017年夏の東京都議会議員選挙の選挙活動の最終日飛び出したのが、こんな人たちに発言です。さらに、加計学園も出ちゃいました。そしてその翌年の2018年になりまして、モルゲッソヨ五輪、ピョンチャンオリンピック。朝鮮半島南北の合同チームが誕生すると、それを持ち上げ返す刀で飛び出したのが、蚊帳のストロン。日本は蚊帳の外だという面白い話です。当時はテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーの火曜日のレギュラーコメンテーターを務めておりました、ジャーナリストの青木治さん。彼は、ムンジェイン大統領にはビジョンがある、外交の天才だと持ち上げに持ち上げて、そのままね、大気圏突破するのかなって心配になってしまいました。そして返す刀で安倍政権に対して対話と圧力の圧力しかないと欠席裁判からの吊るし上げをしておりました。さらに令和を迎えるとき、令和の元号についてはまだ平成だった。西暦でいう2019年4月2日の J キャストニュースの見出しを紹介します。モーニングショーでは令和の令に批判ばっかり、命令、逮捕令状、公言令職と、これ逆にというか、小西洋之さんや朝日新聞の記者さんが言うように、
圧力によって放送法の解釈が変わっていたんであれば、それはそのままテレビ朝日への疑惑が、ちょっとこう、ちなみに BTS、あ、間違えた。TBS のニュース23において、もはや伝説となりました、二人で盛りかけ。これが飛び出したのは、小西洋之参院議員や朝日新聞の記者さんが圧力があったんじゃないかとちらつかせている2015年以後の2017年の番組の中でのことです。仮に小西洋之参院議員が挙げつらう疑惑なるものがあったんであれば、TBS が、テレビ朝日が、いや、テレビがまるっと含めて行政に逆らっていたということになるんです。ただ、放送を普通に見ているだけで圧力がなかったことを、または仮に圧力があったことによって、放送法の解釈が変えられたんであれば、あれだけ無ごたらしい変更報道が、つまり歪められた行政が少しだけ正されたということになりはしないでしょうか。白がこう言ってます。玉川事件。朝日新聞が大株主のテレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーを舞台にして行われた、コースポ命名による玉川事件。未だテレビ朝日はこの玉川事件にケリをつけておりません。テレビ朝日社員の玉川徹さんの政治的意図を匂わせない演出をテレビマンならするという、この発言一切のレベルでことここに至っても、釈明も訂正も申し開きなんてされていないんです。ところがしれっと番組復帰してんのが玉川徹さん。それを伝えた3月2日のニュースポスト7にはこんなくだりが紹介されておりました。この放送では羽鳥さんが AI には去年の情報が入ってるかわかりませんと玉川さんの電通騒動を共演者と一緒にいじるシーンがありました。もちろん羽鳥さんに悪意があったわけではありません。コメンテーターとして本格復帰するためにはあの問題をタブーにしてはいけない。だからわざと笑い話として盛り上げたんです。これにテレビ朝日の社員さん、もういいよその話題はと応じたようです。しかし、終わってなんかいません。トースポ命名の玉川事件は電通入ってるじゃなく、政治的意図を匂わせない演出をしていた。これは放送行政における本丸。やってはならないことをテレビ朝日の社員が告白した。これが玉川事件の本当の問題なんです。また、もういいようで済まないのが、テレ朝カラオケボックス飲酒転落事故の報告です。この報告はテレビ朝日社員が自分から言い出したことです。なので、今週も確認しておきます。報告はあったのか、あったのか、あった!なかった、なかった。また来週。のでした。やっぱりこういうことでしょうか。視聴者もスポンサーも所詮馬しか、しばらく経ったらどうせ忘れちゃうからね、俺たちね、あるものもなかった、なかったものもある、疑惑は深まったって繰り返してればね、笑顔いっぱい、服いっぱい、だって俺たちは税金チューチューシステムの税金チューチュートラインの広報マン、宣伝マン、しもうボロいったら、最近検証されちゃうんですよね。バレちゃいました。やばーい。と、これが冗談でないのかなというのは、テレビの向こう側にいる人たちというのは、いろいろな話の辻褄が合わないことにお気づきでないのか、あるいは記憶がちょっとね、不確かな、おぼつかない、あんまりない、そんな感じじゃないかなと疑ってしまうのが、小西洋之さんにしても、朝日新聞さんにしても、それらのコラボが論理的な辻褄を合わせていくと、テレビ朝日の社員さんの玉川事件を追い詰めていくことになってしまうというところです。そんな簡単な話の辻褄すらわからない、なんだか面白いコラボを繰り返している、とりあえずは朝日新聞とテレビ朝日が消えた消えたやったとなるのが最も早い解決策なんじゃないかな、そんなことを考えてしまう一週間の始まりでございます。そしてその先に待ってるのが日本を取り戻す、というわけでみんなで頑張っていきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。増刊号恒例謎のギターのコーナーが始まるよ。次回も見てくれるかな。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
開始。赤が勝つ。ブルートゥースでのブルートゥースで一旦と重要です。はい、と番組に最後の最後までお付き合いいただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんチョキ。私がチョキなのでグーを出したあなた、グッジョブ、おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、着替えますね。あなたと私で 1,2,3 もトリプルピース。そしてパワーを出したあなた、週の頭のエナジーチャージ、ハンドパワーをまとめてのミミミミミミミ。それでは本当のバイバイ。